皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、5月6日、21時51分、本日の、ボクシングの、世界戦の結果なんですが、まあ、2日前が特に睡眠不足でしたので、2日前はかなり精神的に、まあ、来てたんですけども、今日は当日は、まあ、そこそこ眠れてましたね。まあ、それ、まあ、そういった部分などもあって、まあ、うまく、まあ、試合に勝てたというような部分は正直ありますね。まあ、1試合目のその世界、まあ、4つの、本日は試合、世界戦の試合があったんですけども、まあ、途中から、アクイ選手と桑原選手の最終ラウンドあたりですね、そのあたりで、アマゾンの、プライムを、まあ、接続しまして、まあ、参加するような形ですね、もう終わりかけでしたけども。まあ、そこからの試合ですね、入場シーンの時に、まあ、言葉の組み上げなんですけども、最初、その弟の拓磨選手 と、対戦相手は石田選手だったと思うんですけども、その日程、特に確認してなかったんですよ。で、石田選手、その日本人同士の試合っていうことを理解してなかったので、最初、まあ、ちょっと、急ぐような形で、石田選手に、まあ、言葉の組み上げをいくつか行っていって、その後、弟の拓磨選手が、対戦相手が拓磨選手、相手が外国人選手かと思ったんですよ。で、それで、まあ、弟の拓磨選手側で淡井圭介は勝ちに行きますと。まあ、そういうふうな形で、まあ、石田選手側にも、試合中などにも伝えてるとは思うんですけども、その1ラウンドで、カウンターで、拓磨選手がダウンするんですけども、まあ、その後、押し返していくと。まあ、必ず巻き返していくと。まあ、その最終的に結果で見るとそのまあ日本人選手同士の試合でそのまあ石田選手にも世界チャンピオン相手に1ラウンド目ダウンを奪ったっていうようなそのまあ肩書きというかまあ結果まあ記事とか書かれてる方とかはまあそういうふうにまあ書いてくれるわけじゃないですか。なまあ、全く何もなくて、その拓磨選手に敗れるよりも、まあ、ダウンを奪ったっていう形で、まあ、そういった肩書き付きの、まあ、負け方という、まあ、形で、まあ、日本人同士、まあ、無難だったんじゃないかなと思います。まあまあ、その辺のところは、投げ出さないで、心、折られないように。まあ、まだ始まったばっかりであると。で、まあ、カウンターのその肉体的なダメージは、まあ、そんなに見受けられませんでしたので、ジャブのカウンターでのダウンでしたので、これもね、仕組みは正直ちょっとよくわからないんですよ。そのパンチが当たった瞬間、頭の中とか足の力、が、まあ、抜けてる可能性がある。で、その分の頭の中とかが、その後の試合に回ってる可能性とかもある。もしくは自分に、返ってくる。その僕の頭の中の供給だけでは間に合わない。ここぞという場面、こちらの方がね、対応できない時には、その頭の中行くような形っていう、そのフォローの部分、自分で自分を、フォローするっていう部分。うん、頭の中でいろいろ考えたんですよ。兄の井上尚弥選手の方に行くんじゃないかなとか、いろいろ。で、まあ、とにもかくにも、まず、
弟の、拓磨選手の勝利を集中して、で、勝ちましたと。で、その次、武井選手、まあそこは対戦相手は外国人の方でしたので、まあそこはもうしっかりと、もちろん、武井選手側で、言葉のワードを組んで、試合中、対応していて、まあ終始、武井選手が押していて、最終ラウンドだけ、まあ、天の神様への安全なお祈りを、まあ、まあ、試すような形になってたんですかね。ちょっと よく分かんないですけども、まあ、もちろん僕は逃げないで、まあ、僕からの心の声は逃げないで、まあ、打ち合うと。まあ、そういう風な内容なんですね。まあ、工業的な部分とかもあるんですけども、11ラウンドまで終始試合武井選手を押していて、12ラウンドその徹底的にこう防衛に回った時、まあお客さんが見た時に、あと他国の方が見た時に、それをどう思うかなっていうところももちろんあります。それとあと、まあ、天の神様への安全のお祈りの部分、その大怪我がない部分とか、まあそういうようなところも試されてるのかなというような気はしました。だって完全にガードを彼上げてなくて、自分からこう頭差し出すように武井選手最終ラウンドああいう風にしてましたから、自分から打たせてる状態でしたので、まあそれでもまあ倒れないんだぞというようなところを、まあまあただちょっとこちらとしてはね、そのいやこちらも勝ちに行ってるんで、戦い方としていくらなんでも全くガードをしないっていうのは、それはちょっとどうかなというところはありますね。そこでね、ダウンされたらね、せっかく11ラウンドまで頑張ってきたことがっていうところが、こっちもええっていうことになるわけですから、まあまあそこは、まあ見るべき人が見たらわかるんじゃないかなと、その天の神様への安全のお祈りの部分と、ただそれは絶対的に物理的法則がありますから、例えばいくら天の神様への安全のお祈りをしていたとしても、新幹線にぶつかったら人間はひとたまりもないです。それと同じで、ある程度の部分というところで、まあ物事を見ていただけたら、まあもちろん最終ラウンドですから、相手選手もスタミナ的にもまあしんどい、強いパンチが、打ちにくくなってるっていう状況とか、それ分かっていてしてるとは思うんですけどね、まああんまりその極端に完全に頭をこう出して打たせてましたんで、ちょっとどういうことっていう心に、その試合中にそうならないように、とにかくそれでも勝ちに行くっていう心の中のこう頭の中を渡してこうつながってる状態ですから、だからまあまあその辺のところはまあしっかり試合をまあ今後まあ試合していただきたいというところは、まあ正直あります。で、まあ井上尚弥選手の試合が始まって、まあもちろん入場の時から言葉の組み上げ、それと、一試合一試合、iPad の電源オフにして、もう一回集中力を、高める作業からですね、まあ頭の中戻してとか、そういうところですね。武井選手が勝った時に、そうそう、セコンドというか、今、ジムの、コーチをされてるんでしたっけ、八重樫さんが、まあ、セコンドにいてと。まあ、その、初の、自分が教えた、選手の、まあ、世界チャンピオンということで、まあ、笑みを浮かべていて、まあ、こっちもね、当然、こう、笑顔になりそうになるんですけども、やっぱり、こう、気持ち的に、こう、浮かれてしまうんで、電源オフにして、もう一度、気持ちを、高め直すと。集中すること。とにかく試合中集中すること。絶対笑わない。もう、これはもう、選手が、リング上にいる選手が笑ったとしても、僕は笑ってないですから。まあ、そういう部分とかもプロ野球の試合で今まで散々説明してきましたし、それ事実としてあるんで、もうこちらも絶対気を抜かない。まあ
集中力を高めて、井上尚弥選手の、まあ、入場シーン、まあ、そこから始まって、まあ、もちろん今日も遊んでないんですけど、まだこの時間になっても22時1分ですね、現在。ちょっと声のボリュームを気をつけておきます。まあこの窓を組み上げて、まあ、それまでの試合の内容で、まあ、武井選手の時とかにも対応していた内容、まあ、自分の胸にドキドキ感が来るイコール武井選手に危険が迫ってるですから、ちょっと先を読めてる状態なんですね。で、それを対処してるんです。まあ、方法まではね、はっきりとは言いませんけども、遠回しな言い方で言いますと、まあ、僕の提案で、作っていただいたゲーム、我が天下に、まあ、ヒントはあります。まあ、どっかで、ね、その内容は言ってるとは思うんですけども、まあ、その辺の対応とか、まあ、まあ、相手もそれを理解していて、井上尚弥選手の時はね、体にドキドキ感が発生しなくなったんですよ、最初の。で、呪いが来てるような状態なのかな、か、それを耐えればいいのかな、その答えがね、ちょっと最初の頃分からなかったんですけども、まあ、1ラウンド目ダウンした時に、それが井上尚弥選手にとっての初のダウンで、弟の拓磨選手が1ラウンド目ダウンしてるじゃないですか。これは何かあるなと。まあ、弟の拓磨選手はその後、もちろん勝ってますから、まあ、もちろんまだ1ラウンド目12分に巻き返せるということで、すぐに、次のラウンドで、ダウンを奪えて、まあ、それで、まあ、まずは五分五分という形で、第3ラウンドですね。まあ、そこから、うん、まあ、ある程度ラウンドが進んで、うん、まあ、対応の仕方を生むとか、その僕の中でね、そのまあ、絶対勝ちに行くっていうのもそうなんですけども、その、まあ、何が何でもありとあらゆる手を使ってでもっていうようなことが頭の中よぎったんですけども、その、ありとあらゆる手っていうのが、その、どう言ったらいいんですかね、自分のその言葉の窓の組み上げだとか、何を見破るだとか、まあ、そういうふうな呪い、ドキドキ感がなくなった時にどう対応するだとか、自分の優位な今まで作り上げてきたルールは絶対手放さないだとか、そういうことなんですよね。で、まあ、それを セコンドに戻っているときに、まあ、2ラウンド目が終わったときぐらいに考えたんですが、まあ、大体その近辺のラウンドですね。何が何でも勝ちに行くと、まあ、ありとあらゆる手を使ってでもっていうところから、まあ、井上尚弥選手が、パンチもらった後に、かな違うかな何かリング上で何か動作をした後、相手がこう油断してきていたら、まあ、即座にパンチを出したわけじゃないですか。だからそれは何の合図かっていうと、僕の中の解釈としては、その、良い集中力とかの言葉の組み上げとかもしますから、試合中、気抜いた方が悪いんだと。まあ、そういうふうな、部分ですね。まあ、世の中甘くないっていうことは、私が自分の人生で散々、味わってますから。まあまあ、選手がこう、距離が離れたとしても、自分を気抜かないでおこうと。まあ、そういうふうな対応ですね。とにかく気を抜かない。頭の中貸しながらですから、渡しながらとかですから、まあ、その辺のところ、あと、まあ、ドキドキ感が来た時のね、対応の仕方とか、まあ、ドキドキ感がなくなってしまってた状態っていうのは、それがね、まだ先のことが分かる自分じゃない状態。危険が迫ってるっていうことが分かっていない状態だから、そこをね、修正しつつ、まあ、だんだん、ラウンド進むごとにドキドキ感が分かるようになるんですよ。で、そこでそのドキドキ感に、その、対応することによって、物事が逆になるんですよ。だから、
パンチ当てる、相手からパンチが来る、当たる可能性があった、もしそのままだったら当たっていた、それそのドキドキ感を返す、あの 見破る、まあ、対応する、そういった形によって、相手のパンチは避けれる、もしくはガードできる、次こちらのパンチがまた当たる、こういうことなんですよ。だから他にもまあいろんな要素いっぱいあるんですよ。最後のダウンを奪ったときは、まあ、相手選手をダウンさせたときは、まあどういうことを考えていたかって言ったら、まあ隠し事嫌いなんで、これ相手選手にも伝えたんですよ。お互い全力で試合と本気と、淡井圭介は、井上尚弥選手側で勝ちに行くと。だからまあ聞こえてたかどうかわからないですよ。だけどまあそういうわけですから、やっぱり最後にどんなことを考えていたかって言ったら、その正解不正解のそのクイズ要素の方のところで、その今日佳子さまが来てないのは分かっていると、まあそういうふうなところを、何かね、その辺のところを意識させられるような部分が何回かあったんですよ。で、それは人間の声かコンピューターの声かわからないです。まあ、その辺のところで、それを考えた瞬間、まあ、最後のラウンド、相手を、まあ、ダウン、決定的なダウンで、まあ、勝ってるんですよ。ただし、ネリ選手に関してなんですけども、まあ、ものすごく大怪我をしたわけでもないですし、まあ、その天の神様への安全のお祈り等々全て総合的に考えたら、まあ、井上尚弥選手はその人生初めてダウン、試合中にダウンをしてしまった、その、アメリカのメイウェザー選手はダウンしたことがなかったんでしたっけ、一回も。だからその記録 をまあ超えるだとか、まあ、そういうようなところからはちょっとまあそういう無敗、まあ無敗のまま終わる可能性はまだ十二分に残ってるんですけども、その一回もダウンしたことのないまま無敗で、ボクシング人生を終えるっていう可能性は今日の試合でなくなってしまったんですけども、まあ試合をトータル的に見ると、まあ相手選手のちょっと、先ほど、容量が足らなくなって、撮影中断したんですけども、先ほどの続きです。まあネリ選手にとっても、まあ大怪我はなくて良、かったんじゃないかなと思います。まあ、第1ラウンド、その、ダウンされてるとき、弟の拓磨選手のときもそうだったと思うんですけども、民法720条の、正当防衛、丸1、丸2を使用しますと。まあ、そういうふうなワードも、心の声で、組み上げていますね。まあ、送ってると言ってもいいですね。まあ、井上尚弥選手は、まあ、1ラウンド目、ダウンされたと、コーナーに戻っていって、それを送った時に、それで行こうって、井上尚弥選手かセコンドの人が言ってたかと思います。ちょっと、ね、僕も頭の中渡しながらなのと、あとまあ VTR とかで確認しながらその場面とかを見た方がはっきり分かると思うんですけど、何せ返答あったと思いますよ。で、まあその時にその内容が伝わっているのか、セコンドの人と話してる内容に対して、まあ、それで行こうって言ってるのかっていうと、多分こっちだと思うんです。で、まあそうじゃなかったとしても、自然とそういうふうに返答するようになってるんですよ。聞こえてなかったとしても。これは他のまあ番組で、そこまで行っていいんかいっていう番組とかもあるんですけども、そこでも相互確認をしたときに、そこで喋ってる内容とは違う内容であったとしても一致するっていう、
まあ、進めるところね、何か映像とかありながらこう進めできたら分かりやすいんですけども、まあ、そこでね、その言葉の意味のまま固定ということで、組み上げてきた言葉を、まあ、全部固定していって、対応していくと。まあ、そこから先は、まあ、終始、井上尚弥選手が、押すような形になりましたね。まあ、もちろん、淡井圭介には世界戦を勝ってきた実績がありますと。まあ、そういう言葉のワードも、もちろん組み込んでいます。弟の井上拓真選手の時もそうですし、武井選手の時もそうなんですけど、井上尚弥選手の時も。まあ、今までその世界戦で、例えば野球で例えると、まあ、サッカーでもそうですけども、必ず自分たちが先制しているか、ずっとリードしたまま試合終わってるかっていうと、そうじゃない。例えば去年のワールドベースボールクラシックとかでしたら、1イニングで、3点差つけられたりだとか、しかもトーナメント戦、絶対その試合逆転しなきゃならないっていう状況が、あると。まあ、そういうようなところを乗り越えてきてる、その、爆発キャリア、実績っていうものがやっぱりありますんで、まあ、その辺のところで自分も、まあ、そういうふうな状況にどう対応しなきゃならないのかっていうところ、絶対自分のが気持ちで負けちゃダメなんですよ、試合を投げ出したら。僕は試合を投げ出したら絶対負けてしまいますから。だから、そこで、とにかく集中すると。できることをとにかく、行うと。それが、どんな手を使ってでも勝つっていうことで あるんですね。だからまあ試合中に気を抜いたら、ダメだと。まあそういう部分ですね。だからそのどんな手を使ってでもっていうのがまあ、僕の健康問題だとか、河川水門解析ダム地下水流ストレートトンネル発電のこととかもそうなんですけども、まあ、その辺の部分も含めてね、その、最後のダウンのところ、今日、佳子様が来てないことぐらい分かっていると。まあ、そこも怒らないでね、冷静に、的確に。で、それまでの言葉のワードで、井上尚弥選手に、仕事しっかりと。まあ、そういうような、形で、やっぱりこっちもこう気が荒くなってしまうと、そのパンチ そのヒットする確率をクリーンヒットって言ったらいいんですかね、その相手がガードしていない状態にしっかり当たる、そういうところの部分で、ね、気持ちがそれでも荒れないんでね、しっかりと、力が発揮できるよね。まあ、仕事しっかりに切り替えて。まあ、その、アナウンサー席でね、さっき立ってる云々の話を誰かが言ったんですけども、僕の方はさっき立ってない状態。冷静に的確に。っていう部分。だから、まあ、試合の途中でも、淡井圭介の的確さをお渡ししますと。井上尚弥選手。まあ、武井選手もそうだったんですけども、拓磨選手の時もそうだったかな。なぜね、組み上げてる言葉のワードの数が多いんですよ。で、そういったコツコツこう積み上げていった内容が、まあ、最終的な結果につながってる。まあ、だんだん試合をしていってるように見えると思うんですけども、それだけの内容のものを、その場その場で、ね、的確に対応することによって、積み上げていって、もう相手との差がすごくついていくと。それが、その試合で起きてる現象なんですよね。だからまあ一番最後の今日、佳子様が来てないことぐらい分かっていると。まあ、その辺のところは、分かっているだったか分かっていますだったかははっきり覚えてないですね。まあその辺のところは敬語なのか敬語じゃないなかったのかはちょっとはっきり覚えてないですね。まあただし言ってることは正確なんですよ。まあ心の声にしても。でその一撃ってやっぱり強烈だと思うんですよね。
今までの僕の人生を知ってる方たちと、そのエネルギーの残存量問題、世界中で、まあ、先々の人まで含めて50億人の命がかかってるっていうことを、理解すると、その一撃ってとてつもなく重たいんですよね。その威力、その試合を終わらせるっていう意味で。まあ、ネリ選手に関して、まあ、あのまま試合、もし立ち上がったとしても、もう無理だと思いますよ。まあ、それまでの、クリーンヒット、シルパンチの数だとか、まあ、ダウン、あの時で、3回目だったと思いますけども。まあ、ああいうふうに、試合を、まあ、レフリーの方に止めていただいて、まあ、それで正解だと思います。もう、あそこまで出来上がってしまうと、もう、相手はもう逆転する術はないですから。まあ、ただ、武井選手みたいに、ああいうふうにこう、頭を自分から差し出して、ノーガードで。それをされたらね、それは僕だって、それでも僕はね、絶対笑わないし、試合中、絶対笑わない。で、何かこう笑、他の人の声なんだけども、自分の頭の中でこう伝えるかのように、ちょっと楽しんでるような言い方ってあるじゃないですか。それも、他の人の声だとか、皮膚が動いただけだとか、まあ何せこちら声を出して笑ってるわけじゃないと、まあ、そういうふうな、状況でまあ回避していくと、まあ、そういうふうな形ですね。ごめんなさいね、今ちょっと頭の中まただいぶ、どっか行ったんで、次何か、大事なこと言おうかなと思ったんですけども、ちょっとそれが、忘れてしまいましたね。まあ、報道ステーションの方はね、録画してるので、それいいと思ってるんですけども。まあ、なぜ、その佳子さまの件は今日夜雨でしたから、で、今もね、ちょっとだけ雨降ってるんですよ。路面濡れてますよね。まあ、さすがにないなっていうのは分かってましたから。その辺のところもね、僕も迷わず言える状況っていうのは出来上がってる部分もあるんですよ。まあ、言えるというか、喋ってるわけじゃないですけど、心の声なんですけどね。その辺も一つ一つの答え一つ一つが迷ったらダメなんですよ。スポーツの試合の勝ち負けって。だからそういうふうなところで、やっぱり、これも、場数ですね。あとまあ、有利選手と、桑原選手の試合の時、YouTube プライムを、まあ、接続した時に、アプリを開いた時に、まあ、解説席のアナウンサーの人がね、チャンピオンが来ましたってこう、まあ、言ってくれてたんですけども、まあ、僕は見てるっていうことが、伝わってるっていうことですよね。まあ、今日の日程として、そのプロ野球のね、今日の試合、日程とか全然見てないんですよ。もう、今日のそのボクシングの試合の方を、に重点もちろん置いてるんですけども、だからまあ、読みでね、昼間、試合行われているであろう、ゴールデンウィークでしょうし。だから、まあ、17時15分ぐらいに、先にもシャワーを浴びておいて、まあ、洗濯機を、回し始めて、で、ご飯を食べてるんですけども、その時間帯って、多分、有利選手の試合が始まってる状況で、その誰が試合するとか見てないんですよ。で、まあ、プロ野球の方にも、およそのところです。延長戦があったら別だし、大量得点とかしていて、試合時間が長くなっていて、14時から試合が始まってるんだとしたら、その時間帯、影響あるかもしれません、野球の方で。もしナイターがあったとしても、それをやっぱり試合中にこっちも意識しちゃうから、試合に、集中できない部分があるから、だから日程を見なかった。まあ、こういうふうな、状況になるんですね。だから、有利選手の試合中だったんですけども、まあ、
多分食事の時間帯は重複してる。それと、まあ、シャワーの時間帯も重複してる可能性がありますね。だけども、まあ、髪の毛を染めてない状態でしたから、まあ、その方向性で、うまく、物事が運んでるように僕は見受けられました。その後もしかしたら野球の方が負担してるかもしれないんですけども。というのが、今日全体の一連の、状況でした。まあ、勝利した皆さん、おめでとうございます。それと、まあ、石田選手にはやっぱりちょっと、まあ、試合中もちょっと感じてたんですけども、まあ、ちょっと申し訳ないなと。まあ、試合中に、何回かごめんってこう謝ってたんですよね。まあ、石田選手に聞こえてるかどうかわからないですけども、その周りのセコンドの人たちが聞いてるケースとかもありますから、まあ、弟のその拓磨選手、井上尚弥選手の弟の拓磨選手側で勝ちに行ってますっていうことで。それがまあ、今日の試合の、全体的な、状況でした。まあ、石田選手には申し訳ないんですけども、まあ、いやね、まだこれがすごく悩んだんですよ。すぐにそこ割り切らなきゃならないんですけども、井岡さんのところの事務所だったんですよ、これが。これからすごく 難しい、本当に。で、これはボクシングの世界戦に関しては、その各都道府県云々っていうのは、それは多分関係ないなと僕は思ってるんですよ。横浜 DeNA のところは、そのプロ野球の方ですよ、順位が下の方になってるの。それ今までの結果とか照らし合わせたら、やっぱり J リーグ、神奈川県の J リーグのチームばっかりが、たくさん優勝を突出してるから、で、あと、エネルギーの残存量問題で、各都道府県にサッカーチーム1つじゃないとダメですよっていうことを言ってるのに、あと2リーグ制で12球団にしなきゃならないですよっていうことを言ってるんです。だからまあ、その僕のホームページの方では今年に限ったら、まあ、サッカー界のその神奈川県のとこで全部横浜 DeNA に回してあげなきゃダメですよとか、いや、もうそうじゃなくてバランスが合わない。で、横浜 DeNA で今まで、最下位の数、阪神タイガースの数と同じで、史上最、まあ、セ・リーグの中で一番多いんですよ。確か戦後の数え方で良かったと思うんですけども。まあ、民間企業には倒産とかありますからね。だから、優勝、国内のリーグに関して、やっぱりそういうふうに、優勝の数を揃えてあげたり、最下位の数を揃えたりとか、まあそういうことをしてあげなかったら、不平等になりますから、巨人、ヤクルトがだいぶ、負けていた時に、J リーグで、東京のチームのマッチータなんとかっていうチーム、浮上してたでしょ。あんまり聞いたことない名前で、もともと J2 のチームだと思うんですけども、実際もこんなもんなんですよ。どれだけプラスアルファでその頭なんか借りたりだとか、得点回してもらったりしてるかによって全然変わってくるんですよ。まあ、井上尚弥選手がね、その神奈川県出身っていうところ、そこはね、ちょっとごちゃごちゃにはしていただきたくないっていうところですね。そのさ、サッカー界とか、プロ野球界の、そこは国内ですから、そこは国内で調整しなかったら、でも話ややこしくなっちゃうんですよ。まあ、アメリカはもうそうなんですけどね、もともと、1700年ぐらいには、イギリスとかフランスとか、まあ、スペインだとか、ポルトガルとか、今の国でいう、まあ、その頃の地図とか、形状、だいぶ違うと思うんですけど、多分ドイツの人も行ってますね。いろんな国の人が行ってるじゃないですか。で、サッカーで見ると、イギリスのその、レンジャーズっていうね、サッカーチームは、そこのリーグで優勝回数が、2番目に多かったのかな、それとも一番多かったのかな、突出してるんですよ、優勝回数が。で、かたやアメリカの大リーグで、
レンジャーズっていうチームは、まだ去年優勝したのかな、まだ優勝したことなかったのかな、まあ、とにもかくにもそこを見破ったんですね。もう世界中のいろんなチームメイトが、いろいろこう、探していくうちに、その法則性が見つかって。だからまあ、その辺のところで、まあ、もともとの国がね、その、いろんな国と関わってるか移民してきた国ですから、その辺のところがね、だいぶややこしい部分があるんですけども、まあ、とにもかくにも、ボクシング、世界戦、勝利した皆さん、お疲れ様でした。石田選手、まあ、ちょっと、まあ、残念だと思うんですけども、まあ、髪の毛を染めてなかったら、ごめんなさい、多分僕の言ってるプラン通りで進めようとしてる部分とかもあって、そうなってるような気もしますし、そうなってきたらとか、まあ、いろいろ悩むところこちらもあるんですけどね。とにかくにも、皆さん本日はお疲れ様でした。ご請求の方は勝った人には行きますので、そのファイトマネーの話だとは思うんですけどね。もう僕もこんだけテレビがフェイクニュース多かったら分かんないです。その、売り上げの方で計算しなかったら実はみんなサラリーマンみたいなもらい方してたとか、あるっちゃあるかもしれないですから、僕も分かんないんですよ。本当に何が正社員雇用なのか、倒産してるところなんかいっぱいあるから、終身雇用の契約、例えば5年以上勤務したら終身雇用の契約、